はい、皆様、こんにちは。はじめまして。上智大学進学部の講師、フィルマンシャー・アントニウスと申します。どうぞよろしくお願いいたします。この講座において、私は日常生活における祈りの力というテーマについて話させていただきます。 このテーマについて話すためには、実は多くの話題を触れる必要があります。例えば、祈りはなぜ必要のでしょうか私たちの祈りは日常生活の上にどのように影響を与えるのでしょうかまたは、祈りの力という言葉はどのように 理解すればよいのでしょうかなどなどのような多くの話題は実はあります。この短い講座においてキリスト教の祈りについてありのあらゆるテーマを触れることはできませんが今日は祈りの根本といくつかの祈りの方法を 紹介させていただきます。それでは話を始めたいと思います。スライドを見ながら話をお聞きになっていただければ幸いです。私たちはコロナ禍の中で ますます不安な状況に置かれています。先がまだ見えてないこの状況は私たちの心を弱めます。私たちの日常生活のリズムが崩れたり、仕事の習慣も変わったりしています。その中に私たちの希望、 他人への信頼、また心から愛する力も試されています。この状況が続けていると、私たちは生活の調和を失っていくことになるでしょう。どのように私たちの生活の調和を取り戻すことができるのでしょうか その答えは祈りの生活を強く守ることです。この時期において、ますます私たちの祈りは、習慣として行うということよりも、空気や食物と同じように、私たちの命の支えとなる不可欠な要素として、 見えてきます私たちはどのように祈りからの支えを用いることができるのでしょうかそれを答えるためにまず祈りの根本を見ていきましょう。 祈りりに力がありますこの現実は多くの人も経験したことある現実です。祈りに力があるということの意味は祈ることによって私たちの願いが叶えられるという意味ではありません。祈りとは 神様に心を向けることです人は祈る時に神様との生きた関わりの中に入っていきます。神様との関わりの中にとどまればとどまるほど私たちも神様と同じように愛するものになっていきます。 私たちの心に神の愛は燃えているようになります。それで私たちはこの困難に満ちている暗い世界に行ってもその世界を愛する者になってどんな大変な状況に置かれていても耐え忍ぶことが できるものとなります。ですから、もっとも大切なのは、まず、祈りに入ることです。ジョージ・ベルナノスが述べたように、祈りたいという願いは、それ自体も祈りである。つまり、 最も大切なのは祈りたいという意志です。神様との関わりに入っていく意志です。この意志を実行することによって私たちは少しずつ少しずつ神様との絆の中に入っていきます。 私たちはどのように日常の祈りを導くのでしょうか私たちの祈りの導きになるのは何でしょうかそれは私たちの神に対する限りない憧れです。季節が変わると鳥はどこへ行けばよいのかが 本能的にわかると同じように、私たちも自然に神様への限りない愛に憧れて導かれています。したがって、私たちの祈りとは、高級と同じように、私たちは自然に毎日 神様の愛に導かれて行えることです。キリスト教の伝統的な祈りは、さままですけれども、基本的には、イエスの祈りがあります。当時、イエスは、自分の家族や、街道で、 祈ることを学ばれましたしかしイエスは当時の伝統的な祈りの限界を意識して祈りの根本を取り戻そうとしました祈りはたたたに規則を守るしまたは祈りはたたたに神様に自分の願い事を 強制,強制的に捧げることということではありませんとイエスは教えてくださいました。ですから、イエスの祈り、主の祈りと言われていますが、天の父との一致を示している祈りです。 イエスの生涯はその神との位置を示しました。イエスの生涯を通してイエスが教えてくださった祈りは実際に生きている祈りとなりました。イエスの生涯を見るとたくさんの祈りの力が えー、見えてくる場面がありますイエスが裁きで誘惑された時または十字架を背負った時または十字架上で死を迎える時もイエスは必ず父への信頼のうちに祈り続けていました。 それで、イエスの祈りは神様への信頼を表す祈りとなります。私たちの祈りは、イエスの祈りから学んで、イエスと同じように様々な状況に置かれても、少しずつ神様に近づいていって、 すててを委ねていくための祈りですそして、キリスト教の他の伝統的な祈りは、マリア様の祈りです。マリア様の有名な祈りは、彼女の天使ガブリエルに対する答え の中にありますマリア様は天使にお言葉通りにこの身になりますようにと答えていました。これはマリアの祈りです。このマリアの言葉が示したように私たちの祈りも 神の愛の答え、積極的に神様に自分を委ねる祈りになります。私たちの人生に様々な困難または挑戦もあります。それらに対して私たちの祈りによって私たちの心からの答え が示されていますマリア様と同じように私たちもその困難や挑戦に対して「はい」と答えるなら神様からの愛も私たちの命に入ってくるでしょう。 キリスト教の祈りの他の例は例えば、ロヨラの聖イクナチオの祈りです。少しロヨラの聖イクナチオの生涯を紹介したいと思います。イクナチオ・ド・ロヨラは1492年から1556年に 生きていた方ですスペインのバスク地方のロヨラで生まれたイグナチオは若い頃騎士として王に仕えていましたが敵対するフランス軍の攻撃からパンプロナの城を守っていた時一発の砲弾が足にあったり重い傷を負った いましたこれは1521年5月20日の出来事でした。故郷ロヨラに帰って彼は回復を、えー、やっている中に何もできず唯一できたのが本を読むことだけです。 彼が読んだ本は、キリストの生涯と黄金聖人伝という二つの本でした。この本によって、彼が結局悟りを受けて、心の中で改心すると決心しました。そして、モンセラット修道院にある 黒いマリア像の前で徹夜で祈り自分の剣を捧げていました。その後近くのマンレサに退き町外れの山の洞窟で10ヶ月間に及ぶレイソと言われる祈りを体験していました。 ナチオ・デ・ロヨラの内的成長の記録は彼の名著レイソーに記されています。この小さな本は単なる読み物ではなく実習の手引きであります。ですからこの本は 自分で読むことはできません。本当に理解を得るために指導者のもとで読むべき本です。このレイソという、えー、イグナチオ・デ・ロヨラの、えー、祈り、えー、によって私たちは 現代に当てはめる祈り方についていくつかのヒントをいただくこともできます次に礼僧による、えー、祈りのためのヒントについて説明します ナチオ・ド・ロヨラのレイから私たちがいただける祈りの一番目のヒントはこれです。成熟した構成です。私たちが祈るときに、やはり成熟していく人間になっていきます。 レイソの中に原理と基礎という部分があります。レイソ23番のところに書いてあります。人間が作られたのは、衆なる神を賛美し、敬い、使えるためであると、そこで書いてあります。人間は神様によって、 作られたものという根本的な確信は祈りの土台になります。人間はその根本的な確信をもとにしながら、個性を重視して、一人一人の才能と個性を伸ばすよう努めるべきでありながら、 祈るべきですつまり成熟した個性の印は自分の才能自分のタレントにこだわるのではなく神様の恵みによって私が何でもできる人になるという確信念にあります。 私たちは自分の才能としておそらくいろいろなこともできるようになる人かもしれませんがしかし祈っている人は自分の限界を意識して自分の限界を一生懸命無理やりに乗り越えようとするのではなく 自分の限界を神様に捧げながら神様の恵みによってその限界のもとに神様の恵みを生かしていく人間です。 レイソからいただける2番目の祈りのヒントは普遍的な心と言います。礼装の原理と基礎というところの中に書いてあるその一つの文章は次のように書いてあります。地上の他のものが人間のためにあり、人間が作られた目的を 達成する上で、人間の助けとなるものとしてあるということです。すべてのものの良さを認める原理と基礎が有する普遍性は、ただ受動的にそれを受け入れることではありません。作られたものに対して、積極的に自分にも他のものにも 神から巻かれた種として発見して成長させようと努めることです。普遍性とはダイナミックな創造力を持っています。私たちは神様に祈れば祈るほどよりよく 創造的な人間になっていきます。私たちは神様に心を開きながら全てを委ねることができればできるほど、私たちの想像力も、ね、発展していきます。 冷蔵から私たちがいただける三番目の祈りのヒントは、これです。感情の識別ということです。個性を伸ばすために、多くの可能な道から最もふさわしいものを選ばなければならない。これが私たちの毎日の現実です。 イクナチュード・ロヨラのレイソの中に、これについて次のように書いてあります。従って人間は、それが自分の目的を助けるものである限り、それを使用すべきであり、妨げとなる限り、そこから離れるべきであります。というふうに書いてあります。選択するために、 私たちはよく難しい状態とぶつかっています。その時にはやはり気持ち、感情の識別が必要となってきます。このもの、この選択肢、この道は私を自分の目的から助ける道であるのか。 または妨げとなるのでしょうかそういうふうにまず私たちが問いかける必要があります各選択肢に自分の感情はどのような感情であるかということを次に確かめる必要がありますイクナチオ・ド・ロヨラは うっとりとするような感情ですね。これが喜びを表す感情です。これが神様の愛が燃えている印になります。これは慰めの状態を表す感情であります。この感情、えー、によってですね。 示されている選択肢は神様の身胸を表す選択肢になります。逆に、不安す、ね、すさみ、慰めのない状態です、ね、そういうような感情は、ね、私たちが選ばない方が 選択肢を表します。こういうふうに、イクナチオ・ド・ロイオラは人間の感情の識別において、神様の身胸をえ識別することができるとえ教えてくださいます。慰め、喜び、心が燃えている状態は神様の身胸の ある選択肢を表す感情となって、そして強い波です、ね、のような感情だとすると、それが神様の身胸を表さない感情になります。よく考えて私たちが祈りの中で選ばなければならない、識別しなければならないプロセスです。 次に、イグナチオのレイソからいただいている、えー、4番目の、えー、祈りのヒントは、心の自由と言います。ロヨラの聖イクナチオによる心の自由ということの意味は何であるでしょうかイグナチオは自己防衛、性欲、乱れた愛着、 などに対する心、つまり風変心で変ね。心の自由を育てるように、ね、進めてくださいます誤解しないように心の自由とは無関心とか意思のような心ではありません 物やこの世の富の奴隷にならず、心をお金の奴隷にしてしまうとする消費文明の流れに逆らって、自分の船をずっとですね、終わりなく漕ぎ出すような心です。私たちは神に向かって、そして その中にとどまっていることを表す心の自由です。イグナチオ・ド・ロイオラは最後に私たちの祈りは結局日常生活とつながっていきます。 ですから、日常生活における祈りが大切な祈りです。イクナチュは愛を得るための感想という祈りの中で、人は全てにおいて神の真、善、美を味わってほしいと述べています。つまり、彼は 毎日、自然界、または歴史をとして、神様からいただいている多くの恵みを意識することを進めています。神様は、被造物に存在を与えてくださいます。植物には成長を、そして動物には感覚を、 さらに人間には理性を与えて、神自身の生きた信念としました。私たちも様々な仕事をとして、純粋な愛と美を味わい、動物たちの歌い声のように、私たちの心で 毎日感謝するように努めましょう。これこそ私たちの生きている祈りです。結局、祈りとは私たちの心から神へ向かっていることです。私たちは 毎日毎日忙しさの中で実は神様に向かっています。この神様に向かっていることを意識すればどんなに私たちが忙しい状況の中に置かれていてもどんなに私たちが大変な状況に置かれていても祈りからの 支えを感じることができるようになります皆さんこれで私の話はここで終わりにしたいと思いますご静聴ありがとうございました